今日の主役はあなたですよ、パンクスさん。とっとっと。とっとっと、とっとっと。ちょっと、これお土産なんですけど、私の仕事先で買ってきたお土産。多分溶けてないと思うけど、3ヶ月ぐらいポケットに入れてただけやから多分溶けてないと思う。俺はあげたってことは、おめえが働いているっていう噂のリゾート地にはこういうもん持ってんのかい。土産が充実してるところは評判がいいって前なんかで読んだな。俺も一度行ってみたいもんだ。行こう一緒に。ちょうどリゾート向きな格好してるやん。本当は期待してたんじゃん。今日そろそろ自分の番来るかなーって。準備してたんやろ。ということで皆さんこんにちは、ちささこです。本日もうつろい島の別荘作りの続きですね。今日はパンクスの別荘を作っていこうと思っています。あ、しれっと着替えてる。絶対さっきの格好の方が良かったのに。うつろい島の人連れてきたんだね。うん。また営業してきた。今日、訪問営業したで、訪問営業。さて、お仕事着に着替えて、早速パンクスに声かけてみようか。ゲームの腕前を全世界に配信してやりたいぜ。へぇー、ゲーム配信部屋？よし、早速こんなところで仕事ができるなんて、おめえは贅沢者だな。あ、そう？激務やけど。ちょっといいか？俺もここに別荘を建てたいって言ったら、おめえ相談に乗ってくれるか？当たり前やん。友達価格で提案してあげる。うん、今回は私から提案します。でも元々のゲーミング部屋っていうテーマもちょっと取り入れてみたいな。場所はまた適当に決めちゃうか。ちょっと外のレイアウトあんまし思いつかなそうやから、こういう階段とかいっぱいついてるような、もともと飾ってある感じの場所にしとこうかな。よし、じゃあ行きましょうか。お、来た来た。一番前走っていってるやん。よし、じゃあ早速、外観からやっていこうかな。あの、トタンの屋根のやつにしようかな。外壁が赤で屋根が黒の方がいいかな。これでドアも鉄のドアとかにしちゃおうかな。夜にしてみるか。この事前に敷いてある道は消しちゃおうかな。階段は赤の鉄骨かな。なんか廃工場みたいな感じの雰囲気にしたいな。大きい機械とか金属系のアイテムとか置いて。そうだな、大きいモチーフとしてまず軽自動車置いちゃおうかな。これって赤色ってあったっけな。あ、あるじゃん。あ、ステッカーありにするか。せっかくやし、家紋に。なんか自動車整備工場みたいな感じとか合いそうやな、外の雰囲気。あ、灯台とか光るし、なんかオブジェとしてかっこいいんじゃない？歯車の装置。ロボットアーム。ちょっと柵とかフェンスとか置くか。フェンスは入り口付近にも置いておきたいな。これに加えて少し低木足そうかな。あんまりグリーン多くなくてもいい気がするけど。ちょっと暗いな。明かりを先つけちゃうか。これかな。丸い街灯。で、ここに道を足していくか。コンクリート敷き詰めるような感覚で広く敷いてみるか。で、ちょっと土の道も足そう。な感じかな。うん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 。ダンボールとかカゴ台車とかその辺のもの置いてみるか。光ゴケの栽培棚とかもちょっとサイバー感出るかもな。普通に工具棚とかも置くか。そうか、これさ、家とフェンスの間なんか微妙に詰められへんなって思ったけど、この建物はハンマスの位置に置けないからこういう風になっちゃうのか。これ家の裏フェンス、ちょっとやめるか。パラボラアンテナとかどっかに置きたいな、これ。これクソでかいなぁ。どうしよっかなぁ。置けるかな、家の前。お、いけるんじゃん。あ、自動車整備やったら積まれたタイヤとかもいるんじゃない。鉄骨いいなぁ。あ、脚立もいりそう。ボトルプレートとかもちょっと足しになるかなぁ。あ、セメントミキサー。これはいりそう。アウトドア発電機もいいなぁ。OK モータースの看板置いとくか。この辺に忍ばすか。あ、いいやん。ちょうどいい。小物せやな。あー、サイレンはマストで置きたいな。これちょっと色外してみるか。なんかグリーンとかいいんじゃない？あ、これスイッチ入れなきゃいけないな。いいやん。サインランプのデンジャー。壊れそうなラジオ行くか。絡まったコードもちょっと地面に置きたいな。ちょっと植木鉢とか置いてあるとお茶目になるかな。ペンキ缶工具箱。
スプレー缶。あ、チェーンソーいいね。消火器もどっかに置いておきたいな。あの、有刺鉄線いいんじゃない？ちょっと空いてるところに。うん、外こんな感じでいいか。なんか思ったよりアングラな感じになっちゃったな。外はちょっと怪しげな自動車整備工場みたいな感じで。じゃあ中作っていくか。さて、実はですね。一回完成まで部屋作ったんやけど、さっき。全部取れてへんかった。今からもう一回作ります、それ。んなこと久しぶりにやらかした。とりあえず部屋マックスに広げまして。よし。じゃあさっきの再現していこう。ゲームっぽいサイバー感と音楽要素を入れた部屋ですね。なんかあのお外のちょっとアングラな雰囲気もお部屋の中に取り入れていきたいな。床はこの鉄板の床を使いたくて、で壁紙はメインがコンクリートの壁で、ほんでアクセントウォールにグレーのシェルフの壁どうかなーって思ってんねんけど。ほんでさ、部屋の照明こんなちょっとあったかい感じじゃなくて、なんか薄暗い蛍光灯みたいな感じにしたいねんな。あ、そう、この真っ白で、あ、もう設定されてんな。さっきまでやってたもんな。じゃあまずはオーダー家具から。ゲーミングチェアと、このゲーミングデスク。あー、どうしようかな。FPS かな。あ、でもなんか可愛らしい FPS やな、これな。MMORPG にしよう。ちょっと、廃人になってもらうわ。だらしないソファーいいよね。これさ、革っぽい質感のやつ。だらしないベッドも置きたいな。あー、こっちカラフルにしようかな。あと、オーダー家具からだと、あー、こういうのもあんねんな。アーケードゲーム。めっちゃうるさいねんけど。これ置きます。あと、スライムランプも。キッチンとか、そんなんはないけど、ウォーターサーバーだけはありそう。あの、アートなテーブル。何だっけ？アートなテーブルや。これさ、天板なんか青っぽいけど、一応これガラスの表現なんやな。これブラックとかで置いてみる。ヴィンテージなチェスト。これちょっとグリーンで差し色入れてみる。となんだかんだロッカーも使いそう。楽器系もいるかな。あー、ギター置きたいな。エレキギター。エレキベース。あ、このストリートピアノとかめっちゃ雰囲気合うんじゃない？アンプと、エフェクターラックなんかカラフルなやつがいいな。オレンジかわいいね。それからね、ちょっとゲーミング要素ってことで、マリオ家具今回使ってみようかなと思って。レンガブロック、空中レンガ、ハテナブロック。あ、あとついでに OK モータースの看板部屋の中にも合いそう。キノコ地形も一個出しとこっかな。ゲーム機はゲーム機の横に。入り口側を楽器コーナーにして、多分なんかちょっと白々しくさ、今考えてる風に喋ってるかもしれへんけども、これはすでにさっき完成して撮れてへんかった部屋を見ながら迷いなく置いています、今。全く今私は迷いがありません。このヴィンテージなチェストとロッカーでこう、ソファーを囲う感じというか。で、ギター類はこの辺にとりあえず適当に置いといて。でさ、ちょっとさ、この鉄板の床とかコンクリートで、外っぽい感じというか、フェンスとか似合いそうじゃない？なんとなく寝室とは区切りたいから、ここだね。あと、スチールフェンスも置きたいな。これでゲーミング部屋と、リビング、ソファーコーナーをちょっとだけ仕切る感じに。アーケードゲームの類の家具、他にも置いてみようかな。このファイヤー柄、めっちゃ良くない？このダイナーのネオン看板は行ってしまいたいよなー。ちょうどパンクスみたいなカラーの、これ、赤とブルーのやつ。赤とブルー。赤と青な。これさ、入り口から見えるとこにバンって置きたいな。で、光る家具で置きたいもの、もう一つ準備してるものがあって、準備してるじゃないな、さっき作ったものがあって。これ。電飾スタンド看板。これ見ね、ぴったりのマイデザインを作ってまいりました。見て。ちょっとおしゃれじゃないこのパンクス。あえてちょっと抽象的な感じで、ちょっとシルエットを単純化して描いてみたいんやけど。これかわいいやろ。これも入り口から見えるとこにこんな風に置いてみようかな。
それからこのゲームコーナーとさソファー席のところもうちょっとしっかり区切りたいな。柱とか行ってみるか。窓にギリかぶらへんぐらいの位置で。突っ張りラックとかごちゃっと感出ていいかな。あの象の滑り台、これあえて行っちゃうのありかなって。アストロノーツ、これをフィギュアに見立てておくやつ、今回もやるか。で、このゲーミング部屋のところ、なんか漫画棚みたいな本棚置くか。ライトブラウンかな。ほんで、ベッドのところ、なんか大きい棚置けそうやな。カラーボックスかな。このカラーボックスだと窓の高さを邪魔しないから、ちょうどいい気がすんねんな。マウントシェードのフロアランプ、ライムカラー行きたいな。このライムカラー、他の家具であんまり似た色ないから。あとアームのフロアランプ、シルバーがあったはずなんよね。これソファー席照らす感じで、この辺に、あ、いいじゃん。だいぶ埋まってきたんじゃない？よし、じゃあちょっと小物を選んでいくか。とりあえずマリオ系の小物を行ってみるか。ファイヤーフラワー。コーラ、コーラさ、これさ、なんか動きっぱなしにできるんじゃなかったっけ？あ、これ回しっぱなしで、奥のハテナブロックの上に置くか。で、ファイヤーフラワーもちょっと部屋の中心に見える位置が良くて、チェストの上に大胆に置いちゃうか。あ、めっちゃ可愛いな。このソファーコーナー置く場所いっぱいありますね。とりあえずね、あれ絶対置きたい。デジタルアラーム時計。ブルーが派手で目立ちそうやな。じゃあやっぱゲーム機も置きたいよね。ニンテンドースイッチは必須じゃないか？あ、これ机の上に置いとくか。サンプラーもちょっとゲーム機感覚で置いてみようか。ビデオ付きテレビとか行ってみる？ちょっと正面から見えへんけどさ。わあ、いいな。めっちゃ雰囲気出るじゃん。オーディオプレイヤーラジカセいいんじゃない？せやな、この赤のゾウさんをもうちょっと馴染ませたいから、なんか似たような遊具をもう一個、このロッカーの横あたりに置きたくて。あ、このさ、スプリング遊具ゼブラ柄やったらこの部屋の雰囲気壊さずに。可愛すぎず。あ、いいんちゃう？キューブライトを置くか。あ、いいね、ぼんやり光って。アヒルのおもちゃ。これでだいぶなんか可愛さが足されて、この象の滑り台が違和感なくなってきたんじゃないかな。せめて手前に段ボール1個置いとくか。ちょっとカモフラージュしよう。ラグ1枚敷いとくか。レコードのラグかな。で、この音楽コーナーのとこもちょっと小物足していこう。あの、絡まったコード置きたいな、床に。レコードボックスいいな。あとエフェクターラックの上に、プロ仕様ヘッドホンじゃない？このボトルクレートとかも合うんじゃない？なんか少しだけ気持ちいいグリーン置きたいなぁ。このテラリウムとかちょっと近未来感あってよくない？あー、ちょっと外してこの金ピカの金の招き猫とかいっちゃう？あ、いいや。ちょっとジャパニーズ要素入れていこう。あ、メダカの水槽はいいな。これちょっと光らせよう。あー、めっちゃいい。この機械だらけ、金属だらけ、ごちゃごちゃの中に突如現れる自然ね。ベッドのところはラグ敷いといた方がええな。ここなんか大きめにしっかりめのラグを敷きたいな。赤ブロックのラグ。あー、これかな。ちょっとオアシス足しておこう。アンスリウムとか。なんかちょっとこのゲーミングの空間空いてるよな。なんかとりあえずマット敷くか。で、このさ、アーケードゲームの前、このアーケードゲーム用の椅子があるよな。グレーめっちゃ可愛いやん。これちゃんと置いとくか。よし、じゃあちょっと壁掛け飾っていくか。まずこのな、棚なんよな。これな、さっきやったんやけど、なんか棚に物置いてるみたいにな、飾んのめっちゃむずくて。靴をな、飾るとどうかなと思って。見て、この浮き具合。全然棚に収まってる感ないねん。これスニーカーはでも置きたいから、こっちの玄関側に並べようかな。あ、いいな、スニーカーコレクションめっちゃぽいわ。で、結局この棚の壁は何もなじまんので、スマートかけ壁掛けスポットライトで、この壁沿いに置いてあるグッズを照らす。こんな感じで。これ雰囲気出るでしょ。
それから、じゃあこっちのソファー側の壁飾っていくか。なんかキャップとかもコレクションして飾ってそうじゃない？あとトタケケジャケットだな。この本棚の上のところは、世界地図置いて、柱と本棚の間がちょうどこう壁がくぼんで開いてんねんな。お土産のタペストリー。わ、金の盾があればよかったけどな、まあ、銀の盾にしとくか。YouTube のあの登録者10万人の銀の盾に見立てようか。なんか、多分配信者っぽいし。じゃあ反対側の壁。あとさ、うつろい島でこの、ヨシノとパンクスがちょっとカップル感あるなっていう話を結構してたから、ヤンキーカップル感。ダイナーなネオンクロックの方がいいかな。これ真ん中にこうやって飾って。あと壁掛けスケートボードとかもありそうやな。それから、こっちの入り口の壁。ここあれやな。路地裏っぽい雰囲気にしたいな。掲示板と、放浪看板にしよう。上ど真ん中はこれかな。非常口かな。ジャパニーズネオカルチャーを履き違えて、なんかちょっと中国系のインテリアとかを混じってるやつみたいな。そういう雰囲気で中華な照明をワンポイントでこの辺にさ、行っちゃうの、結構ありな気がすんねんけど。あー、めっちゃいいな。あと、蛍光灯かな。うん、なんかこういうちょっと、武骨なものが天井から下がってる感じがいいな。もうだいたい仕上がってきてんねんけど、このなー、ハテナブロックの下が寂しいんだよなー。なんか、埴輪を壁掛けに行っとく若干浮いてるけど。こんな感じでどうかな。ちょっと寂しいかな、なんか。いや、寂しくはないけど。これで完成にしちゃうか。いいやん、なんかスカジャーンのパンクスがすごい似合うな。もともとのパンクスの希望だったゲーム要素と、私が考えてた音楽要素、まあ、ちょこっとだけですけど、音楽要素と、なんか、サイバーな感じで。うん。オッケー。完成しました。電光掲示板のパンクスマークめっちゃいいな。せや、ほんでテーマ名が今パンクスの部屋になってるから変えましょう。サイバーパンクスにしよっかな。これで。かっこいいやん、なんか。店の名前みたいやな。オッケー、完成。よし、じゃあ撮影しましょうか。パンクスってメガネ似合うんやっけ。あ、まあ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 かな。あー、この光ってるサングラスにパーカーとかいいんちゃう。これでいこう。私もお揃いでパーカーにして、ちょっと気だるげなストリートファッションにサイバーサングラスでいくか。私床に座ってみようかな。あ、こりゃいいんじゃない。あ、自分の看板がめちゃくちゃ気に入ってるみたい。よかったね。おしゃれな看板作ってもらって、特注の。作りたい世界観は作れたんじゃないかな。よし。サイバーパンクス。オッケー。じゃあこの部屋で楽しんでください、ゲーム配信者生活。知らんかったわ、そんなんやってたなんて。頑張ってね、登録者100万人目指して応援してます。よし、じゃあ今日はこの辺で動画をおしまいにしようと思います。あと少しですが、別荘作りシリーズまた見てもらえると嬉しいです。では、ちささこでした。ありがとうございました。